こんにちは、山本ゆりです。今回は5分でアレンジできる作り置きおかず、柔らか豚つくねを作ります。まずはつくねの種を作ります。卵の代わりにマヨネーズと水を入れて油分と水分を加えます。表面をさっと焼き、水を加えて蒸し焼きにすることで焦げつかず、中までしっかり火が通りますよ。水分がなくなるまで加熱したら完成です。皆さんもぜひ作ってみてくださいね。このまま生姜醤油で食べるのもおすすめです。この柔らか豚つくねを使って3品のアレンジレシピを紹介します。甘辛つくね丼を作ります。まずはタレを作ります。つくねを加えて煮絡め、とろみがついたら火を止めます。ご飯に海苔をのせる前にタレをかけると下まで味がなじみます。大葉、白ごまをのせて完成です。発泡菜風中華炒めを作ります。まず合わせ調味料を作ります。片栗粉を入れておくことで水溶き片栗粉いらずなのでダマになる心配はありません。野菜を入れてしんなりしたらつくねを入れて炒めます。合わせ調味料を煮絡めたら完成です。野菜たっぷりスープ煮を作ります。まずはスープを作ります。下ごしらえをした野菜を鍋に入れます。コンソメの代わりに鶏ガラなら中華風になり、めんつゆなら和風にアレンジもできますよ。水から入れることでキノコとつくねから出汁がよく出ますよ。好みでパセリ、黒胡椒を振って完成です。皆さんぜひ作ってみてくださいね。バイバーイ。